スマホはね、もう衛星そのままになりますよ、あれ。スマホが衛星になる時代。なる時代。皆さんが使っているスマホを使って宇宙の謎が解けるとか、そんなアイデアがね、あと面白いこと考える人になっている。言ってみれば天文学ってマイニングなわけですよね、雑音にまみれているデータの中から貴重なものをマイニングって発掘作業してるんですよね。でも面白いのはあれですよね、宇宙空間って抵抗がほぼないから、空気もないわ、重力はないわ、だからかなりその小さなエネルギーでさーっといきますよね。あのちょうど車ってこうタイヤでこう、ね、加藤さんの領域ですけど、あの F1 ってわざわざ上から押して進むんですよね。バカじゃねえみたいな感じですよね。でも宇宙に行くとスーッと上飛んでいけるわけですよね。でもなんか怪しい黒い星に行くと引きずり込まれていくから、そうするとそこでやっぱりエネルギー使って抵抗しなきゃいけないっていうのが、いやでもこれ面白いのはやっぱりそうすると宇宙空間って地上と全く違う物理法則で動けるわけですよ。そうすると中塚先生が遊んでる、あの研究してらっしゃるあの衛星はすごく小さくて小さなエネルギーでささっと動いてるわけですね。あ、スマホはね、もう衛星そのままになりますよ、あれ。ってことですね。放射線だけちゃんとやって、はい、対応してね、でやれば、あれ、そのまま打ち上げたら衛星になるんです。スマホが衛星になる時代。なる時代。一番重要な機能はやっぱカメラ、今のところ、何がだから宇宙。まあ、一番大事なのは通信ですよね、やっぱり。うん、あの上と下と、上で何か作業しても、情報降りてこなきゃ何にもない。なるほど。通信をいかに確保するか。だから通信はもう絶対に必要なもので。絶対必要なもので。そう。まあ、今分かりやすいのはやっぱカメラ。カメラだね。なるほど。だってスマホみんな持ってるじゃないですか。ですね。そういう意味では。っていうと、結構いろんな人たちできそうですよね。いろんな使い方を多分みんな考えますよね。つまりデータを取れる、センシングというね、あの取れるということと、それから情報も受け取れるわけだから、そうするといろんなことができるようになっていくと。で、言ってみれば天文学ってマイニングなわけですよね。あれ本当雑音の塊ですからね。もう最初見たら星なんか見えねえんだよっていうのを画像処理してこう見えてる。これって別の見方をすると、雑音にまみれているデータの中から貴重なものをマイニングって発掘作業してるんですよね。小型衛星にさらに宇宙に向けたカメラをつけて何か観測するみたいなことを、いやもうそれもいっぱいやってますよ。たくさん、はいはい、あの星の地図を作ろうとか、はいはい、あの天文台と一緒に組んでやった衛星なんかありますけれども、はいはい、あのさっきおっしゃったね、一機の大きな望遠鏡であの撮るっていうのはものすごい値段かかって1兆円かかったりする、うんうん、はい、それをね、小さな衛星を何機か空間に配置して、これが合わさって一つの大きな鏡になると、うん、さっきあのおっしゃった、まさに地上でやろうとしてるやつを宇宙でもやろうという動きがあって、これフォーメーションフライトっていうんですけど、そうですね。でこれは例えば僕らは例えば6機ぐらいこう鏡衛星を置いて、こんな例えば50キロぐらいのね、大きくない衛星で、そこに当たった光が反射してどっかに集光していくと、一つの真ん中の衛星で、そうするとこの配置したのと同じぐらいの分解能が得られるっていうね。でそういった世界をやっていこうと、それによってもうなんていうの、後継拡大競争でもう金張って張ってやる世界ではないところで、いろんな人が宇宙で観測できるような世界を作っていきたいというのは僕らの今あの宇宙科学においてやってることです。コストも抑えられるということですね。ちなみにスマホってね、みんなが使ってるスマホを解釈してそれで宇宙を観測しようというアイデアがねあるんですよ。それはあの宇宙船っていう高エネルギーの粒子ですね、宇宙からやってきて地球大気に降り注いでいて、特にものすごい高エネルギーの粒子が時々数が少ない宇宙からやってくるんですよ、はい、でこれどういう天体が出しているのか全く分かってなくて、でこれスマホにね感知できるんですね。でそれが非常にレアなイベントなんで、それをもう全世界のスマホでそれを記録してもらって、それをどっか情報センターで集めれば、あのもう地球の、まあ、今皆さんが使っているスマホを使って宇宙の謎が解けるとか、そんなアイデアがね、あと面白いこと考える人になっている、ね、面白いですね、それ僕天文台の方から教えてもらったのはね、うん、一番最初に見たデータって6ヶ月ぐらいかな、所有権持ってるんですよ、はいはいはい、それはね公開しないの、その間はあの撮った人の権利があって、うんうんうん、でそれが終わったらみんなが撮れるようにする、それデータ使えるようにするんですよね、うん、そうするとそのデータを使って新しい発見をできるようにしてると。そうすると今先生がおっしゃったのは、そもそも最初のデータはみんなで撮ったぞみたいな、うん、というふうな、もう今と違う、うん、
多分データの所有権と発見者の定義が変わっちゃうかもしれないですね。そうですね。なるほど。その場合誰に所有権が行くのかっていうところは、うん、みんなのものってことですね、最初から。うん、はい、実際ね、本当にあの大きな望遠鏡になってくると世界中の協力で作るんで、そうするとね、流れとしてはもうその最初の占有期間をなるべく短くして、うん、いやむしろあのこれはみんなで作った望遠鏡だから、もう取った即座にもう世界で公開して世界中の天文学者を使えるようにするっていうのは一つの流れですね。なるほど。この部屋の中にも暗黒物質、ダークマター粒子がいっぱい飛び交っている。ここにも、はい、もううじゃうじゃいます。ニュートンのあれも言ってくれば、ダークマターになり得る候補で、つまり我々の持っている一番基礎物理法則の素粒子理論が書き換わります。ノーベル賞10個分ぐらいの価値があると思うので、10個分。我々がここにいるのはみんなダークマターのおかげ、実はおかげなんですけども、宇宙全体で見ると銀河があるところにダークマターが密集していると。